ニキシーカンニキシーカンは数字あるいは文字、記号の情報を表示する一種の例、陰極放電管である。ニキシーカンの例から9までの表示ニキシーカン N ベル54417型背面と全面ガラス製で数字あるいは文字などの形状をした多数の陰極と一つのメッシュ常用極から構成され内部は少量のアルゴンあるいはさらに少量の水銀を 点火した0.1号気圧以下のネオンガスで満たされている。最も一般的なニキシー管は0から9の数字と小数点の形状の陰極を重ねて内蔵しているが、さらに様々な文字や記号を示すためのタイプもある。真空管のようなバルブの形状をしているものが有名である。各陰極と陽極との間に約140から170ボルトの直流電話圧が、 引火されると陰極から電子放出が起こり、陰極を覆うように赤橙々色のグロー、放電発光が生じるので数字などを認識することができる。発光色を変えることは使用する混合ガスを変えることで可能である。文字の大きさは高さが10から1 3 5ト、mm、ルのものがある。表示文字をバルブの頭部の方向から見る、頭部表示型と側面方向から見る。 側部表示型があるが、小型機器には、後者が用いられた。ニキシー管は、1954年に、小さな真空管製造企業、ハイデューブラザーズ研究所が開発した。後に、同社は、バロース社に買収されている。同じようなデバイスは、1920年代に、すでに特許化されており、1930年代には、ナショナルユニオン社と、 テレフン検査が量産を開始している。しかしながら、その構造はまだ洗練されたものではなく、デジタルエレクトロニクス技術も未熟な時代であったことから、ニキシー缶の普及は1950年代まで待つこととなる。雑誌、サイエンティフィック・アメリカン1973年6月号の記事によると、ニキシーという名称の由来は、ニューメリック・インディケーター・エクスペリマントルナンバーワン。 の省略形であるニックスアイという。バロース社に買収されたハイデュー社はデジタルカウンタとして作動し、なおかつディスプレイ用のニキシー管を動作させることができる別の電子管技術も開発していた。これはビーム x c h 係数管として知られ、後にトロコトロンと呼ばれたものである。トロコトロンは時計及び周波数カウンタと同様に ユニバック1101コンピュータで使用された。他の会社で製造されたニキシーと同じようなディスプレイはニューマッケイターなどの様々な商標名で呼ばれていた。ニキシー管は一般名として早くから用いられたがレイン曲ネオン表示管という名称も使用されていた。同じようなデザインの表示管は 1950年代から1990年代まで世界的に製造されている。1960年代後半、当時生産量を伸ばしていた電卓の表示用に多用され、生産量は最高に達した。他の数字表示デバイスには、ニューマトロンなどと呼ばれる、白熱のフィラメント表示管や、リジェトロンなどの名称を持つ、蛍光表示管、発光ダイオード、液晶ディスプレイなどがある。 ニキシー管は約 170V の電源を必要としたため、1970年代までに低電圧動作の発光ダイオードや蛍光表示管によって表現されるセブンセグメントディスプレイに主役の座を明け渡した。低電圧であることはドライバとして安価な集積回路を使う上で必要な条件であり、特に進行のポケット電卓。 および携帯型のデジタル測定機器には求められていた。セブンセグメントディスプレイの普及により、ニキシー管はその役目を終えることとなった。高額な特許量も衰退の一因であった。その後も保守用としての生産は続いたが、1990年代までに全てのメーカーで製造が終了した。実用品としての利用はすでにないが、ニキシー管も駆動回路も個人で、 制作可能なレベルであるため、ニキシー管を使用した時計など、レトロアートとしての需要があり、ストックをバラ売りする、ネットショップや個人で少数生産するものも、現れている。周波数カウンターでの動作表示例ニキシー管は、初期のデジタル電圧計や、回路計、周波数カウンター、自動券売機、その他の多くの装置の数字表示器として使用された。また、軍事、研究機関における、 高価なデジタル式の時間表示器、そして多くの初期の電卓にも使われていた。後に、14セグメントによる英数字表示形式が、空港の到着、出発表示板や株式相場表示板に使用された。さらに、木座橋の番号を表示するために、エレベーターのインジケーターや、駅の自動券売機、生産機、ピンボールなど古いアーケードゲーム機の特典表示に、 使われた例がある名鉄系電車の二次車以降では、客室内の速度計に使用されていた。ニキシーカンの平均寿命は、製造技術や材料などによって異なり、初期の製品は5000時間ほどだったが、最後の頃の優れた製品では20万時間あるいは、それ以上に達した。ニキシーカンは次のような多数の故障モードがある。 定格を超えた条件でニキシー管を駆動させるとすぐに動作停止に至る。特に過電流は電極のスパッタリングを引き起こす。ありがとうございます。